なるほど。今回のテーマは、前回の人にしましたよね。今回は振り大会をします。私が審判します。ゆずきとヨネが対決ね。多く捕まえた方が勝ちね。さて始まりました。今回は魚を多く捕まえた方が勝ちのようですが、マリサさん今回の戦略としてはどのようなものがいいでしょうか？そうですね。とにかく逃げにくい魚を狙うといいと思います。なるほど。さてどう戦況が進むのか、多く捕まえたヨネ選手見せてました。この戦い方はどうですか？海には狙いやすいアジア鈴木がいるのでこう判断だと思いますよ。しかしここでミスネヘ変身しているぞ。これが王者の本格でしょうか？いや、魚の中で。時間ロスにしかならないなめと思うこいつ。気を慎んでください。中継中ですよ。ここで一気にゲット。まずまずの滑り出しでしょうか？しかし残り時間を見てください。もう3分くらいしかないですよ。本当ですね。もっと捕まえないと厳しそうですね。これから巻き返しを図るにはどうしたらよいですか？魚数を見つけ次第全て捕まえる勢いでいかないと厳しいでしょう。にしても、こいつの前に全然魚影が現れないな。こればかりは運命にどうしようないな。ついに魚を発見捕獲にかかります。ここ必ず仕留めておきたいところ。ここでゆずきとの最終決戦だと思いきやまさかの魚スルー。いいね。ゾクゾクするよ。いかがでしたか？また次回の動画で会いましょうね。ジャンジャンジャン。 Ooh! Ooh!